田中康夫チャンネルへようこそお越しくださいました。新党日本代表参議院議員の私田中康夫です。まあ解散がいつになるのかと言われておりますけども、もうあとまあ1週間2週間3週間1ヶ月2ヶ月3ヶ月以内には必ず7、8、9月中には来るということだと思いますが、まあこうした中ですね、何か宮崎県の東国原さんという方がいろいろととやかくお騒がせをしております。まあご本人がどう考えるか、まあ一期の途中で辞めるとか、まあはっきり言ってですね、わずか2年間で約束したことは8割できたって、君はイエスキリストなのかと私は危うく驚いてしまいましたが、私とて6年間やってですね、まあ外郭団体を 96% 統廃合したりとか、脱ダムをですね9つのうちの8つは実現をするとかっていうのも6年はかかりましたでございますか。一つ一点だけ気になるのはですね、国の強大な権限の中では知事の権限たるものは微々たるものだ、だから中央に行かないと変えられないっておっしゃってるのだけは私ははっきり申し上げて違うと思います。なぜならばですね、石原慎太郎さんが、お年を召しても知事を続けてらっしゃるというのも、これはもう知事というのは大変な権限があるんです。もっと言えばですね、国が補助金を減らした、交付税を減らしたといっても、その中できちんとやりくりをしてやってるところは都道府県のみならず市区町村でもたくさんあるわけでして、これは別に私の専売特許というわけではありません。お口を開けてお金がくれないから、国が権限をくれないからできないと言っているのでは、いい勉強部屋を作ってくれなければですね、静かな環境でなければとか、おいしい夜食が出てこなければテストの成績が良くならないとダダをこねている人と私は一緒だと思います。まあ早い話がですね、知事に権限が微々たるものだという発想だからですね、さまざまな公共事業改革だったり公務員改革であったり、不要不急なですね外郭団体であったり、怪しい補助金が削減できないということだと思いますので、あとはまあご本人のですね腕の見せ所なのではないかなという気がします。まあしかし国政に仮に行ったとしても、これは古賀誠さんというなかなかですね、老練で老獪な方が考えていることというのは、まあ小泉チルドレンとは違う、まあピンで立てるですねチルドレンを選挙用にご用意しようということじゃないかなという気が私はいたしますし、まあもっと言えば逆に国政に行かれなければですね、宮崎県の方々もさすがに足元を見透かしてしまったと思いますから、いずれにしてもなかなか政治生命というものは東国原さんにとってはこれから、試練の道だろうという気がします。まあ、その点あの橋下徹さんの方がですね、 CPU というか OS というかですね、おつむの回転具合がですね、大阪の方がよろしいのかなという気がしてますが、ただし一点、まあ自由民主党を支持するんだったら自由民主党といえばいいわけですし、民主党を支持するといえば言えばいいわけですし、もっと言えばみんなで徒党を組んでいようということはですね、100万人といえばでも悪いかんということだったら自分一人で言えばいいことです。おそらく橋本さんの中にですね、仮に自民党を支持して民主党を主体とする政権になっちまったらいじめられちまうんじゃないかなというようなですね、後ろ向きな銀行員的計算があるとしたら、これは私はやはりリーダーとしていかがなものかと思います。思い起こせば2003年にですね、自由党と民主党が合併した時も、私は現職の知事でございましたけれども、私はここで政権が変わらなければいけないと思ったので民主党を応援しますと言って、確か40人くらいの候補者をですね、知事業務の傍らですね全国を飛び回って応援しましたし、もっと言えば確かあの時はですね、地方文献担当大臣というネキストキャビネットのですね中に、高速道路無料化の山崎康代さんであったり、あるいは、元財務官僚のですね大蔵官僚であった榊原英介さんなどと一緒にですねネキストキャビネットの夫人という中にも入りました。その時もうんたらかんたら言った人たちが山国の中にもたくさんおりましたけれども、これは小泉純一郎さんの内閣の時に、現職の知事であっても大臣は兼務できるという質問を主意書に対する答弁書が出てるわけでございまして、やはりリーダーたるものリスクを負わなくてはいけないと思います。東国原さんのリスクの追い方というのは、これはそもそもがリスクになっていないと私は思いますし、橋本さんもですね、仮にどちらの政党を支持するのかということならば、徒党を組むという形ではなく、会より始めようで自らですね、きちんと自らのリスクを負ってですね、どちらなんだとおっしゃるべきだと私は思いますし、仮におっしゃる勇気がないというのならば、これは他の凡脈のですね役人出身の知事と同じように首をすくめて黙っていればいいことなのではないかなという気がしています。
まあ、いずれにしてもですね、まあ、ここまで見透かされてしまう自由民主党というのも情けないもんだなと思いますし、一期4年という期間をですね、まあ、私のように2年で1回首切られてまた復活したというケースもありますけども、やはり県民に対して4年間やると言ったのですから、よっぽどのですね、もう例えばご自分がですね、末期がんに侵されて日々の実務ができないというようなケース以外が途中で投げ出すというのは、私はやはりこれは男性であっても女性であってもですね、リーダーとしての資質としていかがかななんてことを考えたりします。